人柱にされた豆腐や昔々丸亀にお城を作った時のお話です山を削ってそこに石垣を作っていたのですが何回作ってもすぐ崩れてしまいけが人まで出る始末でしたそんなことが何度も続くと「これは山の神さんが怒っとるに違いない」 人足たちが騒ぎ始め、仕事が進まなくなりました。そこで工事を指図していた侍たちが集まって相談をしました。高う人足たちが騒いでは仕事にならん。これは人柱を立てることには収まらんぞ。人柱というのは工事をするときに生きている人をそのまま 土のの中に埋めてしまうことなのです昔は山には山の神様川には川の神様池には池の神様田んぼには田んぼの神様がいてそこを人間が勝手に作り変えようとすると神様が怒って工事の邪魔をすると信じられていました。その 神様の怒りを鎮めるのが人柱なのです。さて、誰を人柱にしたものやら。お主のところは子供がたくさんいるのだから、一人ぐらい出してもよかろう。何を言う。お主の親父殿こそ、もうお迎えが来る頃ではないか。とんでもない。年を取っておいても、親を差し出すわけにはいかん。 いっそのこと人足の誰かを人柱にしてはどうじゃそんなことをしたら騒ぎが大きくなって人足どもが逃げ出してしまうぞ話し合いはなかなかまとまりませんその時です一人の侍がこんなことを思いつきました「そうだ いつも夕方お城の前を通るあの豆腐屋はどうじゃそれなら何の関係もない人間じゃから人足たちが騒ぐこともあるまいそれがよいと皆も賛成し豆腐屋を人柱にすることに決まりました次の日雨がしとしとと降る夕暮れ時そんなこととは知らない豆腐屋がいつものようにやってきました ふうとうふとうふはいらんかおいとうふやこちらへまいれへいとうふでございますかいやちがうおまえにひとばしらになってもらいたいえっあまりのことにとうふやはかついでいたおけをおとしてしまいましたそればかりはおゆるしください。 わししが死んだらやどうぞどうぞお助けを豆腐屋は地面に頭をこすりつけ両手を合わせて頼みました「えい、ー、ならぬならぬ人柱はお前に決まっておるのじゃ」そう言うと侍たちは嫌がる豆腐屋を縛り上げとうとう生き埋めにしてしまったのです。 そのことを聞いた二人足たちは、豆腐屋を哀れに思い、騒ぎは収まりました。そうして丸亀城の石垣の工事は無事完成しました。しかしそれからというもの、雨のしとしとと降る夕暮れ時になると、石垣のあたりから、豆腐、豆腐、 と悲しく泣き続けるような声が震えるように聞こえるようになったということです。人柱の話は全国各地に残っていますけれども今では日本は何よりも人の命を大切にする国になりました。もう工事のために人柱にされることはありません。 それに安心したのか豆腐屋さんの声は聞かれなくなりましたが今も豆腐屋さんは丸亀城のどこかに眠っているのです。